テラコッタタイルの床。え、これどう？すごい気持ち悪いんやけど。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、お疲れやなちゃん、何かあれば言ってちょうだいね。お仕事します。あ、もう少し働いてく？オッケー、じゃ頑張ってね。ってことで今回は表の子たちかな。病院どこかな、一旦見とこや。あ、ここや。見て、病院。イエーイ。入ろ入ろ。ほらほら、こんな感じ。おー、なんか、そういう感じやんね。入ってすぐ。なんかこちら、問診票に記入お願いします、みたいな。なるほど、なるほど。うわ、超静か。ね、テレビつけようや。絶対これ右側マツコやと思うよね。はい。で、中がこんな感じ。うわ、診察中やった。すいません。お大事にね。え、なんか声かけてくれた。あるんや、そんな。ちゃんとそこそこにあったセリフみたいなのがあるんやね。受付のお姉さんは何も言ってくれんかった。さあ、それじゃあ見ていくか。みんなが集まって楽しく学べる場所が欲しいわね。学校行きなよ、学校。まあ、図書館とか、自習室というか、まあ、そんな感じ。月に住んでるうさぎさんと一緒に遊んでみたいな。公園みたいなところでランチを食べて過ごしたいな。うん。好きな曲を口ずさみながらギターを弾ける部屋が欲しいわ。忍者の僕もかっこいいけど、武士になるのも悪くないかな。何言ってんだか。森の中でキノコに囲まれながら暮らしたいわ。なんか前もいた君。なるほどね、そういう感じね。メッセージボトル落ちてないかな？あった。イエーイ。さ、今回は。これを拾ったあんたへ。この前実家に帰った時、昔の絵日記を読み返してたら、こんな DIY のアイデアがひらめいたんだ。今日は出血大サービス。あんたにレシピを教えてやるよ。あんたならきっと作れるはずさ。狭いとこ大好き、火の粉より。狭いとこ大好きなんや。体結構でかくない？リンゴの傘。ふんふん。リンゴの傘のレシピを覚えた。リンゴの傘。傘ってあれはね、普通にアンブレラってことよね。なるほど、なるほど。リンゴの傘。かわいい。さあ、それじゃ今回どうしよっかな。でもな、森の中でキノコに囲まれながらっていうのもかわいい気がするな。これにしよっかな。あなたもリゾート楽しんでる？え、違うの？別荘をコーディネートするお仕事ってわけね。実は私、別荘を建てたいんだけど、どうすればいいのかわからなくって。お聞かせください。え、ほんと？そう言ってもらえると私も心強いわ。それじゃあよろしくね、どっすい。どっすい。それじゃ、詳しい話をしていきましょう、どっすい。私の理想の別荘はこういう感じなんだけど、森のキノコに包まれて、クロコ様。うん、うん、うん。なるほどです。素敵なイメージですね。では、アイナちゃん、ロケーションを選んで差し上げちょうだい。森ね、森。森のキノコに包まれて。開けた感じじゃなくってさ、まあでも、木は自分で植えるか。はい、ここで。あら、いいじゃない。早く行ってみましょう、土星。こちらにご用意させていただく別荘ですが、1階建てか2階建てか、どちらを希望されますか？ 1 階建てにするか2階建てにするか？やだ、悩んじゃう。あなたはどっちがいいと思う？いやー、1階建てでいいんじゃない？なんか今、ショッピングバッグ持っとった、エレフィン。買い物してきた、どっかで。そうよね。私も1階建てがいいと思うわ、土星。では、クロコ様。別荘の場所も建て方も決まりましたので、あとは現地で進めてまいりましょう。アイナちゃん、クロコ様も現地にご案内してね。了解です。到着。わあ、素敵な別荘ね。実物を目にすると、ますます胸が躍るわ、アドセ。
ここからどんな風にしてくれるか、とっても楽しみね。よろしく頼んだわよ、トス。了解です。森のキノコに包まれて。ってことで、まずは、まあ、あれよね。家の外見、外観から。素朴な感じの家がいいなと思うよ。これか。これちょっと違うかな。あの、この辺はありかな。いや、これかな、森のキノコに包まれて。で、屋根が、じゃ、これで。で、次は、ああ、なるほど、そういう。待って、まず、丸太のガーデンベッド。ダークウッド、オレンジウッド、ホワイトウッド、白樺。いやー、ダークウッドかなー。枕がつけれるん。キリム、チマヨ、クマ、何言ってんだかわからねえや。クマしかわからん。キルト、でもなー。キリムかなー、なんか知らんけど。ちょっと何かわからんけど。なんかこの辺、違う。あれどこだ。ガーデンベッド、その他生き物。違うんすよ。これで。あれ？これでどこを見ればいいんやっけ？え？あ、違う、柵じゃない。あー、どうかなー。ちょっと待ってよ。黒土。砂の道、土の道。いやー、でも土かなー。黒土は？砂。いやー違うなー。ま、土として。土として。これで周りが、木の実のアーチ。絶対可愛いやん。ブラウンナッツとホワイトナッツ。かわいい。どっちもかわいい。でもブラウンナッツかな、普通に。ここでブラウンナッツ。よいしょ。もうこれ若干ずれとんやな。若干ずれとんやな。これ家を、やっぱこうした方がいいんかな。変わってねえわ。変わってねえわ、全然。いやー、これはこれでもういいんかな。なんかちょっとずれとるの気になるよね。めちゃくちゃ気になるよね。こっちか。こっちで、よいしょ。この辺を消して、一旦消して、消して、んで？ちょっと待って。で、家を動かす。でも結局なんよね。どうしてもこう、中心にはいかんけんな。一列増やすとかぐらいしかね、ないよね。こうやって、で、もう一列こっち。でもこれやったらさ、もはや、あの、道ではないんよね。道って感じではない気がするんよね、これは。まあ、いっか。これで、
ねえ、どうしよっかなぁ。でも、外に石窯とか置きたい。石窯置いて、キノコのスツール。丸太のラウンドテーブル。ダークウッド、オレンジウッド、ホワイトウッド、白樺。あ、待って、テーブルクロスがつけれる。なし、キリム。キリムで統一しとく？はい。で、あと、キノコのスツール。よくあるキノコ。白キノコ。うわ、怪しいキノコ。赤キノコ。黄色キノコ。赤キノコどうかな？あ、でも、かわいい。めっちゃかわいい。これを、違う。これを、4つ用意して、こっち側にしよっか。こっち側に、この石窯を置いて、こんな感じでいいんじゃない？とりあえず、外。あ、いいやん、いいやん。なんかちょっとファンタジーの中って感じする。はい、中入りまーす。お、これ置くもの？なんやろ。あー、なるほど。あ、これもいるってこと？とりあえず、これとこれはさ、もう外置いとるけんいいやろ。いいやろ、その辺は。中もさ、どうやろうな。まあ、自然系のものとかいっぱい置きたいよね。え？見てこれ、キノコの壁紙あって。うわ、キモ。え、そんなに可愛くはないかな。キノコの森はリアル。紅葉。いや、部屋は部屋でなんかちゃんと部屋って感じにしたいんよね。でもどう？キノコの壁紙に、テラコッタタイルの床。え、これどう？すごい気持ち悪いんやけど。いや、気持ち悪いな。普通に気持ち悪いな。え、壁紙、ログハウスの壁にして、んで、床板が、よくある。ナチュラル。ヘリンボーン。パーケットフローリング。あ、これぐらいでいいかな。んで、あと、なんかラグはね、可愛かった。さっきの、どこ行った？こっちの方か。見て、このキノコのラグは可愛いと思った。いいよね、これ。んで、まあ、丸太のベッドに、丸太の飾り棚、キノコのランプ、これ何？光苔のバルーン。あとは、陶器のジャグ、これ可愛いよね。で、素焼きの食器、キノコのポタージュも置いとくか。よしよしよし。で、あと、このキノコの傘。これね。え、かわいい。よき。まあ、そんな感じかな。メインは外で。こんな感じでどうでしょう。うふふ、どんな感じ？完成しました。できたのね。ありがとう。いえいえ。最初ちょっとあの水玉系の家具を想像しとったんやけど、キノコっぽいやん、あれ。けど、思っとった感じとは全然違ったけど、でも、いい。そういうテーマパークありそうやん、なんか。あ、いいね、いいね。しっかり寝転んでくれている。いい笑顔。映しといた。どうすか？ご満足ですか？若干道だけがもうちょっと補足できたらなと思ったけど、この家からね、階段までの道が。うふふ、すっかりお世話になっちゃったわね。素敵な別荘もできたことだし、ゆっくりと過ごさせてもらうわね、トス。では失礼します。そう、気をつけて帰ってね。ここには居座ってきていいんだから、トス。
了解です。あれ、おらん。ねえ、ナッティさんは？あゆなちゃんお帰り、お疲れ様。それじゃお給料の1万5000ポケを受け取ってちょうだいね。あざっす。ねえ、ナッティさんは？たった今ナッティさんが海を見に行くって出かけたとこなの。ナッティさんが戻るまで私たちも休憩にしましょうか。あんまりコーンを詰めすぎても良くないし、お散歩でもしてきたらきっといい気分転換になるわよ。ほう、とりあえずちょっとどんな感じか見たい。 ATM へようこそ。お手続きの内容をお選びください。両替したいかな。本日のレートは100ポキ243ベル。いいんだかどうなんだかがよくわからんけん、とりあえずこれで、ポキベル、ベルをポキに変えることも、まあ、確かにここで欲しいものがあったらね。今のところまあないけん変えられるだけ変えましょう。オッケー、イエーイ。お、いい感じじゃない？ご利用ありがとうございました。ナッティさん海に行ったって言ったよね。またなんかあるんかな。え、前と同じ場所か。何やってんだカルロス。お、おったおった。やあナッティさん、静かだね。ね、何やってんの。賑やかなのも好き。人の声、町や森のざわめき。ふんふん、生きてる音っていいね。まあね、全くの無音って嫌やもん、ちょっとじゃ戻るね。またここで。別にここでじゃなくていいよ。ふふふ。賑やかなところの良さもあるな。ん？賑やかな音のアイデアをひらめいた。模様替えモードの左ボタンで、いろんな環境音を試してみよう。ほう。あ、賑やかな環境音が使えるようになったってこと？なるほど。ナッティさん帰ってったけど、もう今ので一応、このイベントは完了ってことなんかな。座ってる。ん？チョコレート食べてる。そこのやつ買ったの？また。音を聞きに行こう。ね。ふふ。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。そういえば環境音とかなんか前もあったよね。全然使いこなせてない